山手線なんで動かないんだよっていう風に駅で駅員さんに文句を言っているお客様がおりました。はい、皆さんこんばんは。鉄道総合館です。JR 山手線2023年11月18日と19日、土日の2日間それぞれ外回り内回りで、渋谷駅の改良工事に伴い一部区間が運転見合わせ運休となりました。ちなみに、一番最初に告知をしたのは、調べた結果2023年8月頃、3ヶ月前から、告知をしております。しかしそれでも駅員さんに文句を言ったり、ホームでずっと待っていたりという方がいたということです。こちら詳しく取り上げていきます。では本日もよろしくお願いします。はい、ということで、では早速本題に入っていきたいと思います。2023年11月18日土曜日と19日日曜日、山手線渋谷駅改良工事に伴い、大崎、渋谷、新宿、池袋駅間で運休となりまして、例えば外回りが運休しているときは内回り電車も運転本数を減らしての運転となっております。これは何でかと言いますと、池袋駅と大崎駅でそれぞれ、例えば外回りで来た電車が内回りで折り返し運転をするという感じですよね。まあそれをやらないと反対回りの電車がなくなっちゃいますんで、どうしてもそれをやらざるを得ない状況かと思います。でその告知はですね、8月頃からずっと、まあ、駅や車内でしておりまして、プレスリリースも出てますし、 NHK 含め、各社のニュースにもなっておりました。特に、この間ですね、土曜日の前日だった金曜日とか木曜日には、まあ、NHK はじめいろんな、各社テレビでも放送しておりましたし、この鉄道総合館のチャンネルでも動画を数本出して皆様に告知しております。多分このチャンネル動画見ていただいた方はもうその運休したよっていうのをご存知だと思うんですけれども、まあ世の中にはですね、そういった情報を全然手に入れなくて、駅員さんが悪いと駅員さんのせいにする方がおりました。これはですね、新宿駅の15番線での、話なんですけれども、まあ、私はその日仕事だったので実際新宿駅には行っていないんですが、まあ、知り合いから聞いた話ですけれども、1時間ぐらい駅員さんに詰め寄るおじいちゃんですかね、まあ、60、70ぐらいの、ご年配の方がいたということで、まあ言ってる内容としては、なんで山手線運休するんだと、土日にもかかわらず私は病院に行くんだぞと、高齢者は電車じゃないと目的地に向かう手段がないんだと。でその方は新宿から高田馬場に向かおうとしていたみたいなんですけれども、山手線が全然来なくて、まあ、駅員に聞いたところ、いや今日は運休ですよと。でそういう話になったら、まあ、高齢者は車運転できないから、電車走ってもらわないと困ると、土日じゃなく、例えば平日の深夜とか、そういう時間に工事ぐらいやれと、その時間に工事してくれと、なんで昼間に工事するんだというような、まあ、趣旨で、話をされておりましたけれども、まあなんというかね、とんでもない方ですよね。JR 東日本は全然悪くありませんし、もちろんその駅員さんが原因で運休しているわけでもありませんし、
その方には何の罪もありません。駅の車内放送でも、まあ、散々山手線ね運休ですよっていうお話出ておりましたよね。で、まあ、そういう方に限って、いやわしゃ耳が遠いからそんなの聞こえないよと、放送聞こえないよと、だったらもっと分かるように告知してくれよとかっていう話をね、ずっと延々と、いやいやいや告知してますよと、ポスターでも出してますし、駅の改札にも書いてありますし、そもそも運行情報の、なんですかね、ディスプレイもあって、そこにもちゃんと表示してますよと、いや目が悪いからなそんなの見えねえよと、ちゃんと言ってくれよと、直接乗客全員に言うの無理ですよね。いや無理ですよ、そんなことできないですよ。もう情報はね、自分たちで手に入れるしかないんですけども、まあそれをですね、なんか延々と1時間ぐらい繰り返してて、もうどう考えても駅員さんの業務妨害だなというような感じで、あとその見てる方もですね、いやちょっと駅員さん助けてあげたいなっていう気持ちだったそうなんですけれども、まあね、口出ししたりするとね余計トラブルになったり、する可能性があるんで、まあ、そのままにしてたみたいなんですけども、いやーちょっとねとんでもないですよね、びっくりですね。またあとそのおじちゃん以外にも、まあ、いろいろあったみたいで、初日はですね山手線の新宿駅のホーム、まあ要はその山手線と中央総武各駅停車どちらも乗れますよっていうホームになっているんですけれども、まあ、一応山手線のホームで待てるような状態には土曜日はなってたみたいです。で待ってる方がめちゃくちゃ多くて、駅員さんがその都度放送を入れてたんですけれども、まあ、それでも待ち続ける人には直接声掛けをしていたということです。で、対策として日曜日は立ち入り禁止っていう、よく事件現場とかであるような、立ち入り禁止のテープですね、あれを張り巡らして、入れないようにホームに入れないようにしてたんですけども、それでもそれをくぐってなぜか待ち続けてますっていうのが、ツイッター今の X で上がっておりました。いやすごいですよね、どこまでこんなことやるんだという感じですけれども、まあ多少は待つ人いるだろうなとは思っていたんですけれども、結果的に、今回の工事そういう感じになりました。ちなみに工事深夜にやればいいじゃないかっていうさっきのおじいちゃんの話ありましたけれども、工事にできる夜中にできる工事であれば、多分夜中にやってると思います。それができない内容なので、運休をして、まあ、事前に告知をしてやっているっていう感じだと思います。皆さんはこの内容どう思いますでしょうか。ぜひコメントお寄せください。最後までご乗車ありがとうございました。本日も最後までご乗車ありがとうございました。この動画が役に立ったらいいなと思った方はチャンネル登録、高評価、コメント、ツイッター、インスタ、スレッズ、フォローよろしくお願いします。月額90円からメンバーシップもやっておりますので、ぜひ概要欄ご確認の上ご乗車ください。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。駆け込み乗車はおやめください。